とりあえず木下ゆきなです。今日はですねランチに行くのですっごい天気悪いんだけどテンションが上がる最近のメイクをしていきたいと思います。ぜひ最後まで見てね。スタート。まず顔を洗いたいと思います。水分以外もはい、たっぷり。はい、今スキンケアはもう終わったので今から下地からやっていきたいと思います。下地は最近使ってるのがこちらロフトで見つけてセカンドスキントップベースって言うんだけど、なんかくすみがすごい気になってるからグリーンをちょっと入れて SPF50 プラス PA プラスが4個ついてるから結構 UV 強めでいい感じ。とりあえず日焼け止めとしてあとくすみを隠すためにこれだけ塗ったりとかして運転したりしてる。なんですごいよね、なんかグリーンをのせたらくすみが取れてピンクを入れたら血色が良くなってとか、なんかあるじゃん、あブルーとか紫とかすごいよね。ちなみになんか何目とかまだ分かんないんだけど、ゆきなって何なんだろう。しかも、ね、最近ねなんかね娘が10歳と7歳なんですけどメイクとかにめちゃくちゃ興味持ってるからたまにねこそこそ使ってるんだよね。よし、ちょっと透明感出たかも。こんな感じで、これがねシャネルのロージードロップスフェイスカラーっていうんだけど、こう内側から明るくちょっとツヤっぽく、これずっと前から使っててすっごいお気に入りなんだけど、こんな感じね、ちょっとこの辺にこんな感じツヤツヤ、なんかちょっとピンクだからちょっとこうベビーフェイスっぽい感じ、優しいなんか柔らかな感じに見えるよ。おすすめ。これもうスーパードライスキンだからこんぐらいしないとちょっとね乾いちゃう。すっごいこのシャネルはマジでおすすめで、最近使ってるのがこれ。今まではブラックだったんだけど、このブラックはこの分かる、このサイズの違い、こんな感じ、これはね本当に崩れづらくて私的にはすごく好き。ポイントは外側からまず塗ってって、厚塗りポテッとしたくないから外側から中にちょっとこう中に行くように、やべ塗りすぎた、外にちょっと濃いめにしといてスポンジになじませながらこう内側に持っていく、こういう感じ。そうするとパッて組めた時に厚ぼったく見えないからおすすめよ。ここね、こことここが色がこうくっきり分かれて仮面かぶってる感じになりたくないからもうここまでちゃんと伸ばしてください。で目の周りは優しく、ちょっと最近ねなんか今日もすっごい天気悪い日で雨なんだけどすごいよれるじゃん、もう髪の毛も巻いたってのところあるじゃん、どうせ取れるしみたいな癖出てくるし、そしてなんか顔もせっかく漏れたのに雨でよれるみたいな、だからやっぱこのベースはしっかりやりたい、だけどこう厚ぼったくならないようにこんな感じで、次がコンシーラー。コンシーラーはその日によって気になるとこ違うじゃん、これすごくいいよ。6プラスっていうね筆、メイクの筆ブラシが結構メインにあるんだけどすごくいい。ちょっとコンシーラーでこの小鼻と赤みがすごい激しい、まあこんな感じで、若干ねこのクマ、クマがあるからクマにもポンポンポンってのせて、でねここがちょっとコテで火傷してかさぶた剥がれちゃってあと残っちゃったの最悪マジで、シミ取りなんかレーザーでやった方がいいよねこれね、シミ取りクリニック案件だよねこれはもうやばい、もう超やだ、これすっごい大きめなシミみたいになっちゃってるから絶対取りたい。平成のギャルっていうのは唇の血色をやっぱどうしても消したがる、一回消したいわけ、こうやってコンシーラーとかファンデとかで、そっちの方がね後々ねこうリップの色が映えるっていう、っていうでベースが終わったらこのねアンパウダーフェイスパウダーをしっかり、これがねすごくきめ細かくて本当に超いい。てかなんで同じのとかさ2個買っちゃったりするんだろう、絶対にそうなの。洋服とかもなんかストックのつもりみたいな感じにしてるけど違うの、もうないつもりで買っちゃうの、そしたらあるの。気を取り直しまして、ちょっとこう多いなって思ったら優しく
乗りやすいところに優しい気持ち。あ、すごい、やばいやばい、乗せたら余計なハンガーを取ろうって。眉毛、眉毛は2020年ぐらいに眉アートをやったんだけど、ちょっと最近こう落ちてきちゃって、一回だけちょっと除去したの。だからちょっと薄くなってる状態なのね。なので若干このね、このリキッドで足りないなっていうところだけ足して、割と最近薄眉が自分的に好きだからあんまりやらない。これが眉マスカラ。今日はこっちにしようかな。目頭は上、じゃあ目頭じゃない、眉頭は上の方向に、あとは毛並みは揃えていく。こんな感じ。このリキッドアイシャドウ、これをちょっと筆で、わかる？こっちが塗ってる方、こっち塗ってる、もう一回塗っていくよ。アイホール、ここ目玉、目玉が入ってるところまで、この辺広すぎず狭すぎずかな、こんな感じで。もこのまんま残ったやつも目の下に塗っちゃおう。すごいね、これちょっとね、ツヤわかり、ちょっと細かいラメが入って、でもそんなにギラギラにならない、こんな感じ。便所ね、なんかオレンジ茶色みたいな感じで、そしたらこれをこの目の際にちょっと薄く、この目の目頭の下の際にそんなにクッククって塗って大丈夫、優しく、こんな感じ。メイベリンのこれだね、すごい汚いの、ごめん、すごい一番黒に近い茶色で、目の下のほくろをわざとこうファンデーションで隠れちゃった部分を濃くします。アイライン、ラブライナー、これね、すっごい昔から使ってる、これの焦げ茶色、これを目の黒目の終わりから目尻にかけて、黒目の終わりから目尻にかけて、こんな感じ。こっちも黒目の終わりから目尻。みんなアイライナーってどうやって持つの？人それぞれで面白いよね、人がやってるメイク見るの。こんな感じです。ちょっと長いなと思ったらもうこれ取っちゃう。ライナー終わったら、このね、てるてるの最近買ったこれなんだけど、これがハイライターなんだけど、こういう風に透明で、わかる、このツヤン、これやばくない？テカるのが嫌な人は嫌だと思うんだけど、あれっぽいツヤっぽい感じの肌にしたい時はこれすごくよくって、しかも乾燥、目元の乾燥もしない。ただデメリットはちょっとよれやすくなるから、お化粧直しをしなきゃいけないね、ちょっと長時間の時は。わかる、このツヤーン。でこっちのハイライトはこういう感じになってて、塗るとわかる、わかんねえな。こっちのハイライトは本当にこういわゆる肌に馴染むんだけど光を集めてくれるハイライトなので、鼻筋とかこの口の山の上、鼻の上とこの辺、あとは目の上のここ、今すっごい気に入ってるよこれ。したら次まつげやるね、クイーンって感じ。マスカラこれです。これはね、割とねマスカラベースなんだけど、なんかマスカラゴリゴリに塗るのが結構基本メイクの時はあんまりやらないタイプだから、このマスカラベースだけで、しかもね全くこう下にねつかない、なんか笑、めっちゃ爆笑するの、めっちゃ爆笑してやるじゃん。なんか時間経つとね、ここら辺にねマスカラがねどんどんねついていっちゃうタイプだから、すごく嫌で、そんな時にこれに出会ったのよ、エッジュセ。これがすごくよくって、この紫が一番ね、マスカラベースが一番好き。涙袋、涙袋にコンシーラーの一番肌に近い色を涙袋にのせます。
こんな感じ、自然にこうね、はい、やっぱりね、この目頭のところにちょっとだけキランって舐め入れたいタイプだから、でもなんかこうギャルギャルっぽくしないために、今日はこのクリオのね、こちらパレットの、これ結構ギラギラしてるけど、これいってみるわ。気持ちいい。今日雨だから、今日すごいどんよりしてるから、ちょっと顔と気持ちだけでも負けないよ。わかるかな。あ、わかる。目頭こんなら、ちょっとマスカラが乾いたと思うので、このね、電気マスカラパナソニック、ずっと使ってる。テレビとか出てる時からもメイクさんに昔教えてもらったから。で、温まる間に肌の血色良くしていくよ。これは娘のメイクポーチからちょっと拝借、ちょっとこうね、もらった時のこの辺にでも入れてみようかな。キャンメイクってさ、最強なコスメのブランドだと思わない？自分もさ、中学生の時からやっぱさ使ってるしね。超コスパもめっちゃいいし、これね、クリームチークだから、これもちょっとツヤっぽくしてくれるよ。これすごく好き。21番、これ割とね、リップとの相性もね、よくて、自然な感じで血色よくしてくれるから、チークって感じにもならなくて、すごくおすすめだよ。そんなこんなで、ここが紫になったので、やけどで気をつけないといけないよ。のぞいて、これをね、やるとね、長持ちするの、カールが。大好き。こんな感じ。オッケー。最後に、ルナソルの、この、ブラウンかな、茶色の部分を、次にやって、で、最後にさ、キャンメイクのね、このマシュマロフィニッシュパウダー、もうフィニッシュだから、このピンクをフィニッシュに、さ、可愛くなあれ、自分可愛くなあれ、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 今日もお願いします、よろしくお願いしますっていう気持ちで、顔が出来上がったぜ。では髪の毛をやっていきたいと思います。ちょっとカラコンをさ、普通さ、スキンケアやってからさ、メイクする前に入れるんだけど、すっごい入れ忘れたから、今日はこのカラコンを使いました。自然でしょ、これすっごいお気に入りなの。多分だけど韓国のブランドで、乗せときます。可愛いでしょこれ、お気に入り。最近はファンの子たちにストレートがすごい人気だったんだけど、ちょっと今日着た洋服が若干顔周り巻いてる方がいいかなと思ったので、ちょっと顔周りだけ外巻きにしようかなって。でもどうせ取れちゃうんだよね、雨だから。もう顔周りだけめんどくさいから、ロフトでね、売ってて、全然口コミとか評判とか知らなくて、とりあえず買ってみようと思って買ったものがあって、これなんだけど、知ってる？日焼け止め仕上げ用化粧水って言って、 UV カッターのメイクキープスプレーなんだけど、これね、すごいね、使ってから調子いいんだよね。絶対かけます。こんな感じ。リップは、最近のスタメンはこれと、ビナインヌードっていう、あの種類で、あとこの去年の35歳の誕生日にもらったマットリップスティック、これがね、すごく可愛いの。色がすごく可愛いの。今日はこっちの、肌がツヤツヤだから、口元はちょっとマットにしようかな。なんかね、赤なんだけど、パキッとした赤じゃなくて、すごく気に入ってるの。これありがとう。誕生日にもらったの、お友達に。超気に入ってる。すごくいいの、これ。よし、じゃあ、着替えたので、行きたいと思います。じゃーん。見えるかな？こんな感じ。これね、ジェイダの今シーズンの春の新作なんだけど、すっごい可愛いの。トレンチコートみたいになってるじゃん。これ脱ぐとね、後ろがこう編み編みになってる。ワンピースなの。可愛くない？一目惚れした。だからもっと暑くなってきたら、上のジャケット脱いで、これ一枚で。でも今日は寒いからこれを、上を着てお出かけしたいと思います。イェーイ。ちょっと雨だけどテンション上げて、ママ友とランチ行ってきます。見てくれてありがとう。チャンネル登録してね。バイ。Nothing to defend.